終わったんだよ、ちなみに。まだ待ってる？これだけ寂しすぎる。本当あの、結構そんなにない縦林焼きを取りたかったけど。待ってるの今。あ、そうだ、ここ。よし。サービス系的さ来てくれ場合もあるけどね、そんなにないけど今。今回の実際は撮影じゃなくて、これ撮りたいっていう。半月。どうでもなくて。特急？特急あった特急。うん、最高だな。の秘密はこうじゃなくっちゃ。あれ今度は両サイドだ。4番線発車遅いな。あれ？つか。海藻。特急特急、ここに特急来る特急来る。海藻の端っこだからちょうどいい。鬼怒川温泉行き。座席指定席。バイバイ。おーね、着いた。そやな、まだ来ないか。階層2番線の欠番ホームに欠番へ行きましたね。海藻はさ、好きじゃないっていうかね、大好きだね、海藻は。
く出発か。区間準急南クリアしかこれ。わかんねえ、読めない。やっぱおしっこあるのか。あとあと南クリアしようけ。ようやく出発か。遅かったな。よう待ってたぞ。野田線かな次は。あ、野田線だ。あそこの踏み切りだ、わかります。特急に来た。はい、来た。あ、広っ。いや、早くはないけど。産業か。乗れてきた。あそこにあるやつか、次は。次か、大宮方面のやつ。カスカブラーメン。この踏切も高架でなくなるのか。寂しい。ありがとう、この踏切。来た、春日部駅。すげえ終点じゃないか。2両、3両、5両、6両。ちょっとお客さんいませんね。もうすぐ電車来そうなんだけどね。大宮方面もうすぐ来そう。来た。区間準急。やっぱりこういう系で聞くと悪くてな。後ろのやつは顔に見えるまで。リスリーじゃありません。違うのか。大宮駅行きました。これまでカットしよう。あっ、通過だな。多分これ通過じゃね。北斗線乗りたかったな。行った行った。おー
準拠発車したからもうすぐ。上陸行くか。マジか。いや。発車しようかね。もうすぐ。もうすぐ。しよう。いや、遅いな、これ。あ、なんか。区間9号縦橋行き。さっきは区間準急が取れなかったけど、今度は区間9号取れたぞ。ラッキー。おい、ゆっくりめか。これ、何キロだろう。40は超えてなかった。30とか20ぐらい。そんぐらいじゃないか、何キロか俺わかんないです。あ、あった、あった。発車してない。もうすぐ7時か。快走。TH ライナーのやつかな、これってまさか。ご乗車ありがとうございます。乗ってないけどね、まだ俺、僕は。ちょうど15分ぐらいだし、止めようか。3秒で閉まる。この地元の踏切でした。チャンネル登録お願いいたします。